え、プーさん、はじめまして。どうも、はじめまして。よろしくお願いします。突然の LINE 大変していたしますと。えー、LINE は大丈夫です。突然来るものです。はい、大丈夫です。えー、相談させていただきたいことがあります。はい、はい。先に断らせていただきますが、緊張すると声がうまく出なく、く出、出なくなってしまい、下手をするとパニックみたいになってしまうので、通話できません。申し訳ありません。はい、了解です。えー、うんどこ行っちゃったあ、やった。うん。で、えっ、ー、と、 かなり長くなりますが、ご容赦ください。はい、了解しました。えー、内容は遠距離恋愛中の彼氏との関係についてです。別れろ。うん、これは別れた方がいいですね。これは絶対に。これ絶対に浮気してます。これ。完全に。はい。ということでございますけれども。はい。うん。いや、やりますけど。うん。えー、っと。 彼氏はとても優しくて私を一途に思ってくれているのですが、私にはその優しさが嬉しい反面、どうにも居心地の悪いような気持ちがありますと。私は昔からメンヘラ傾向があり、相手からの LINE の返事が仕事以外で少し遅いだけで嫌われたのではないかと不安になりますと。それをうまく言葉にできずに溜め込んでしまい、爆発して大泣きしてしまいますと。えー、彼氏は私が不安定になって泣いて、 いつ泣いていても、いつも優しくしてくれます。それに甘えてしまっている自分も悪いのですが、えー、優しくされて嬉しいのに、相手に対して申し訳ない気持ちでいっぱいになる時があります。いつか見捨てられるのではないかと不安になります。自分の性格が悪いとは思うのですが、なかなか直せなくて自己嫌悪です。どうすればいいのか自分なりに考えているのですが、第三者の意見も聞きたいですと。私は28歳、相手は26歳です。出会いはツイッターです。私はうつ病を患っていることもあり、ツイッターで闘病和を作り、似たような方とつながりたいと思います。 そこでで出会っったのが彼氏です過去彼氏氏すす過去もパニック障害を持っていますと、えー、相手から DM が来て対応もないやり取りをして私の方から LINE 交換しませんかと提案しました。LINE、えー、交換に関しては特に理由はなく D M より DM より LINE の方が楽だなと思ったからですと。その頃の私は相手に恋愛過剰はありませんでした。えー、交換してから1週間ぐらいで LINE の文面で告白されました。その時の私は過去告白されたかくらいの気持ちでしたと。ですが行為が全くなかったわけではないので えー、言い方は悪いですが、軽い気持ちでお付き合いを始めましたと。これが2022年4月くらいの話ですと。遠距離なので今までで、えー、計4回会っています。私が、えー、彼氏が私の件まで、あのー、来て、えっ、ー、となんだ、来てくれましたと。えー、会ってから次に会うまで、だいたい4ヶ月くらい間が空きますと。えー、その間は、LINE やビデオ通話などでコミュニケーションを取るように彼氏と決めています。私は彼氏のことが嫌いではありませんし、これからもずっと一緒にいたいです。でもこの気持ちが愛情なのか、相手を失うことへの恐怖からくる、執着なのかがわかります。 えー、ちなみに彼氏はコンビニでアルバイトをしており、週5くらいで夕方から22時くらいまでの勤務です。収入はわかりません。私から聞いたことはありません。えー、私は在宅で内職をしています。完全的託性なので変動はあれど月に6万くらい収入があります。過去内訳としては奨学金返済に5000円くらい、えー、猫の通院代に1万円、私の精神科通院にだいたい3000円、彼氏と遊ぶ費用として1万円貯金、えー、私自身の貯金として、えー うん大体1万円貯金。 え、残りは自分のタバコや服などに使っています奨学金。奨学金と猫の通院代以外はあくまで目安で月によって違いますと。私は2018年の大学卒業と同時に実家に帰ってきていますと。えー、大学4年の時にメンタルを壊してアルコール依存や自傷市販薬の過剰摂取を繰り返していて、親からとりあえず戻ってきて休みなさいと言われたためですと。生活費や食費や携帯代は親に負担してもらっています。だからせめてもとして、愛病の通院代は私が負担しています。その状態が5年通 続いています。長文乱文失礼いたしました。良かったらプーさんのご意見を聞かせていただけたら幸いです。ってことなんですけども。どこを答えたらいいんだ。不安になったりするのはやめたいというところ、あーなるほどね。はははじゃあ自分的になんで不安になると思いますか？うん。僕の中で答え出てるんではい。あのー？クイズしていきましょうか。はい、一緒にクイズ大会しましょうか。うんなんで不安になると思いますえー、自分に自信がないのと、相手のことを信用してないのかもしれません。うん。 なるほど。自分に自信がないのは、えっ、ー、と、何かじゃあ自分に自信をつけるための行動をしてらっしゃいますかいかしてないかもしれません。じゃあ、もう答え出たじゃないですか。単純に、あの、例えば束縛が激しいとか、束縛するのやめたいとか、うん、じゃあ、うん、なんだろうな、うん、なんか不安になるのをやめたいとか。 そういうのは簡単なんですよ。あの、自分がいい女、いい男になりゃいいだけなんで。めちゃめちゃ簡単じゃないですか。で、それに自信がついてくれば、あのー、この人はもう自分がいなきゃ生きていけないぐらいに思っていけば、うん。ね。そうすりゃ、あのー、めちゃめちゃさ、なんかこう、そういうストレスってなくなら、なくなるくないですか。 どうしましょうじゃあ、どうやったら自分に自信がつくと思いますかね何をしたら、何を磨いたら自信がつくと思いますかうん、何をすればいいかよくわからない。ちなみに今、打つ、打つ以外にも何かしら持病ってあるですか後半性発達障害と睡眠関連接触障害うーんと、それはいつ発症したっていう話ですか発達障害を診断されたのは2018年。 睡眠接触に関してはえっ、ー、と睡眠関係接触障害については1ヶ月前に診断されたうーんなるほど発達障害は日常生活に支障があるレベルの発達障害なんですか私の場合人とのコミュニケーションを取るときにつまずいちゃってるこれ多分小さい頃からうん そのコミュニケーションをとるので何でつまずくすかで何でつまずいてその範囲はどこまで、えー、親兄弟、えー、その彼氏には問題ないのか。 うん、それとも親兄弟彼氏にも問題あるのかっていうところと,、えー、とどういう風につまずいちゃうのかってことですね思いついたことを衝動的に言ってしまいますこれは身内は彼氏関係なく誰に対してもなるほどねはいはいはい、はい、うんでそうするとじゃあ次に睡眠関連接触障害これに関してちょっと簡単に説明してもらっていいですかねどんな感じで日常的に影響があるですか飲んでいる睡眠薬の副作用で寝ぼけている状態であるのに食べ物を食べてしまいますと、えー、本当に何でも。 と例えばじゃあ、えー、とよくありがちなのは、えー、砂壁の砂とか何でもっていうのは食食べべ物じゃゃないものものちゃうってことですか例えば猫のご飯とかああなるほどねはい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 了解ですでえっ、ー、と、えー、睡眠薬の副作用でそれはもうすでに、えー、とお医者さんには相談済みってことですよね相談して変えてもらったでそれから少し落ち着いてるああよかったでそしたらううんんとうーん 今の病状は理解できました。あ、もう1点えっ、ー、とうつ病持ってるっ,つって言ってたんですけど、えっ、ー、と1週間のうちにえっ、ー、と今多分躁鬱なんですかね。双極すか？えっ、ー、とどのうつなんだろう。うつはどれでどれで打つって出てます。抑うつなのか躁鬱なのか何うつって言われてます、えー、気分障害と診断書には書いてあるうん。じゃあうつ病って言ったのはえっ、ー、と抑うつね。 あーオッケー了解うん抑うつっていうのはまあ簡単に言うとうつ病の手前なんでうんっていうことっすねはいえー、とまあ僕医学の知識があるわけじゃないですけどはい抑うつねと、はい、いうことでえー、とちなみになんですけど1週間7日間あるじゃないですか7日間あるうちの、えー、とどのぐらいが落ち込んでる日ですか落ち込んでるのは3日から4日くらいうーんなるほどね ご両親とは仲いいっすよね。表面上は？いいおー、なるほどね。<laughs> そういうことか。あ、う、あ、ん、それ表面上ってどういう意味ですか？親の機嫌が良ければ私も普通に話せます。逆に親の機嫌が悪ければ、家の空気は地獄です。うんとどういうことで機嫌が悪くなるんですか？些細なことです。今日雪が積もって寒かったとかです。うん、それはもう昔からっすか。昔よりは落ち着いた方。 うーんなるほど。本当はまあ実家には戻りたくなかった的な話ですか。戻りたくなかったです。でもさすがに一人にしてるといつか私が死ぬかもしれないと思ったのか親が珍しく真剣に戻ってきてと言ってきました。なんでじゃあ34日へこんでるっすかね自分でもわからないんですと頭にもやがかかってて思考が回らなくて。それ例えばお薬のせいとかなんですか多分薬のせいなのかなと自分では考えてる。 うそこって病院の先生にはお話し,しました。何年も相談してるんですけど、薬は変わらなくて、今年に入って予約少しずつ種類を変えてくれたり、量を減らしてくれたりしてくれるようになりましたと。で、それで何か変化あります睡眠関連接触障害は良くなりつ、なりつつありますが、それ以外はあまり変わらない。漠然とした何とも言えない不安感が常にあります。ああ、それはなんとなく分かってます。大丈夫です。ちなみに今、服用してる薬全部教えてもらっていいですか イフェクサー、トリンテリックス、エビリファイ、ベルソムラ、ヒルナミン、エスゾピクロン。うーん、なるほど。あと、トンプクとして、エチゾラムも出てる。うーん、なるほどね。睡眠の際に、えっ、ー、と、割と、こう、なんかちょっと嫌な夢を見て、それが残ってることってないですかあともう一個は、 えっと、起きてる時に、えっ、ー、と、意識がちょっと混濁してるみたいな状態、なんかぼーっとしちゃうみたいなことないですか悪夢は見ますし、起きたばかりは意識がはっきりしません。これは家族も言っている。なるほど。そこってなんとかならないんですかねっていうところは、えっ、ー、と、お医者さんに相談しました。何度もあるんですが、毎回スルーされる。あ、そうですかみたいな。 うん、えっ、ー、と、病院他に近くになんかないですかね今のお医者さんは別に悪くないですよ。悪くはないです。はい。っていう。でも多分セカンドオピニオンを受けて、で、それで、えっ、ー、と、そういうお薬を減らしたいっていうところで相談、別の病院でするっていうのが俺はありかなっていう。総合病院とか、今がクリニックっすかクリニックっすか別のクリニックないっすかね近場にはない。 えーとー、自分で車とか持ってるんですか持ってない。えーとー、総合病院って、今、あのー、何でしたっけえっ、ー、とー、紹介状がないと、ちょっと難しいんで、うん。なので、えっ、ー、とー、いきなり総合病院に行くことは、ほぼほぼ、まあまあ、む、むずか、結構難しいんですよ。だから、えっ、ー、とー、 まあ、プラスアルファでお金払えばっていうところではあるんですけど、うん、あの、バカみたいな値段がかかっちゃうんで、えっ、ー、とー、近くにはなくてもちょっと遠く足伸ばせばあるってことですよね、多分ね。ちょっと遠くはなりますが、多分あると思います。セカンドオピニーは思いつきませんでした。一つ確認したいんですけど、えっ、ー、とー、何としてでも変わりたいのか、それともちょっとよく、少しずつ良くなっていけばいいのかっていう、 どっちで今日僕のところに相談来ましたそれによって僕分岐点変えるんで。私は少しずつでもいいから良くなっていきたいなと思っている。ああ、なるほど。オッケーです。そしたら、じゃあ、えっ、ー、と、うん。少しずつ変えたいっていうんだったら、まず、今先ほど、えっ、ー、と、お薬聞いたんですけど、えっ、ー、と、その中で、えっ、ー、と、俺の知識が正しければ、それ、えっ、ー、と、 お薬勝手にやめるとやばいんで、それ。逆に。立ち悪くなっちゃうんで。なので、それ勝手にやめない方がいいんで。やっぱりお医者さんに、うん、だからその相談としてもすでに、えっ、ー、と、クリニックすでにかかってるクリニックがあるんですけど、そこでのちょっと薬の副作用が自分の中で、うん、あの、ちょっと自覚症状として、えっ、ー、との、薬の副作用がちょっときつくて、でそれでちょっとこの薬の量を えーと減らしたいっていう相談をしても、えー、とそれ全然、えー、と受け付けてくれなくてっていうところでできれば最小限の薬で、えー、とやりたいですっていう。でえー、とーいう相談をしてそういうふうにその話に乗っかってくれるかどうか乗っかってくれなかったら、えー、とまた別の方法っていうところで考えなきゃいけないんで。 はい、なのでまあ俺はそのセカンドオピニオン1回受けてでそれで、えっと、セカンドオピニオンで、えっと、その病院に、えっと、今度遠いんだったらそこに通院するどうこうっていうんじゃなくて、えっと、大きい病院に紹介状書,書いてもらえますかとかあのここちょっとじゃあそれ,それの理由をあのちょっとここ遠いんで、えっと、近くに総合病院があるんでこっちの方が近いんでそっちの方の紹介状書,書いてもらったりすることってできますかとかそういう相談 をしててみるっていうところがい,いかなと思うんでうんでんまずちょっとそこを受けてもらった方がいいかなと僕は思うんですけどどうでしょううんで多分彼氏がどうこうの話はあのそこが治ってからじゃないと治ってからっていうかそこがまあえっ、ー、と少しこう前進してからじゃないと多分今の段階で、えー、と僕じゃあ彼氏の件に関して何のまあ相談のメインが彼氏のねどうたらこうたらの話じゃないですか。それ のためには、まずご自身が、ええと、気持ち立て直さないと、心立て直さないと、そこ、その話って、多分、後回しの話じゃないですか。だからまず順を追って、一つずつ直していかないと、まずそこ、根本直ってないのに、あの、そこから枝分かれしてきた話を直そうとしたって、根っこ直ってないのに無理じゃんっていう話なんで、まずそこなんですよねっていう、ことですね。 だから僕がこう、今今日ずっと彼氏の話なのに、あなた自身のことしかヒアリングしてない理由っていうのはそこです。はい。まず彼氏がどうこうよりも、まず自分自身がニュートラルポジションにいなかったら、その彼氏がどうこうの判断って、冷静にできないじゃないですかっていう。ね。そう。で、その都度その都度全部なんかこう、選択肢があるたびに、 じゃあ、僕が全部相談に乗れるかって言ったらそういうわけじゃないじゃないですか。なので、あのー、まずは、一個一個進んでいかないと、そこに到達できないんで、確かにそうですよね。まずは自分自身がしっかり立たなきゃですよね。まあそういうことですね。はい。だから僕が今日、今のこの現段階で出せる、えー、答えとしては、えっ、ー、と、セカンド。まずあなた自身の話。で、 まずあなた自身がセカンドオピニオンでその薬を減らすなり、何かしら別の薬に変えるなり、何かしらそういう対応を新しいところで、新しいクリニックで、えっ、ー、と、そういう対応を聞いて、えっ、ー、と、新しい対応、新しい動きっていうのを始めるっていうところからかなって僕は思います。わかりました。セカンドオピニオンしてみますと。自分では思いついていなかったので言っていただけてよかったでふと。えー、ということでございました。